マナーマはバーレーンの首都である。バーレーン国民全体の1、4に相当する約15万の人口を持つ国内最大の都市であり、中東有数の世界都市である。マナーマが初めてイスラーム史に出現したのは1345年である。1521年にポルトガルにより占領され、その後1602年にペルシア人が占領した。 1783年以降、ハリーファ王家による指導のもとに入ったが、幾度となく支配が妨げられ、現在に至る。1958年に自由公として指定され、1971年のバーレーン独立時に首都となった。マナーマは、かつて十二あった行政区分の一つに属していたが、2003年から首都圏に属している。 ペルシア湾の中部に浮かぶバーレーン島の北東部に位置する。欠片の気候区分で砂漠気候に区分される。マナーマの経済基盤となっているのは石油、生油、小舟の建造、漁業、真珠などの産業である。これはバーレーン全体の経済とほとんど同じ状況である。中東諸国を代表する国際金融センターとなることを目指して建設される。 バーレーンフィナンシャルハーバーは2007年に第一期工事が完成した。ムハラク島にあるバーレーン国際空港からは活発な交通路があり、舗装された道路でつながっている。いくつかのサッカークラブがある。ありがとうございます。